お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね3ヶ月ぶりの新環境が来ましたというわけで、バランス調整がね行われました。なのでちょっとね新環境のデッキ触りながら、まあ、あのバランス調整にもちょっとね知らない方もいると思うので軽く説明もできたらなと思います。で一応前シーズンの振り返りもね少しだけやります。で前シーズンはまあ一応ね2桁フィニッシュ91位というわけで、まあ、8000もねずっと目標にしてて行くことはできてね、最初81まで行けてって感じで、2桁行くとクララリーグのポイントが結構もらえるんですよ。本当に100位以内って以内に入れるかどうかですごい変わってくるので、まあ、100位以内入れてね、まあ良かったんじゃないかなと思います。まあ今期もね頑張ります。というわけでバランス調整の説明を一瞬ねはいやります。1分ぐらいで簡潔にやっていきます。で新カードが出るんですけど、これあと5日後ぐらいに今チャレンジが来てるんですけど、5日後にそのチャレンジができるようになるので、そこでね、ゲットできます。また動画ね出せたらなと思います。でファイスピがまあ気持ち強化なんではないでしょうか。2コスから1コスに変わりました。でダメージはねぶっちゃけそんな変わんないんですが、 HP がね、まあ2倍になるので、単体でね行っても相手のタワーに飛んで約200近くのね、ダメージを与えますっていうぐらい、まあそこそこに火力があります。であのダメージ範囲が広くなったのでゴブリンバレルを貫封できる、あとまだ試してないんですけどラバパピーとかにもすごい強いんじゃないかなと思ってて、相手に攻撃される前とかにもね、結構普通に相手に飛んでいくぐらい、あのジャンプ距離もうちょっと広くなったので、まあ使いやすくはなったんじゃないでしょうか。で、オーブンも、変わりましたね。中から1体ずつ出るようになりました。個人的には、まあオーブン結構増えそうだなというか、僕が使いたいですね。で、エリババが、視野が広がる。なので、いつも端前にね、出した時に真ん中に相手がね、ユニットで対応したとしてきた時ですね。はい、1体だけ相手のタワーに向かってね、なんかユニット無視するような優秀なエリババいたんですけど、あれがまあ減ると思いますね。なんで、まあ守られやすくはなった。普通に自分の防衛とかでは何も変わんないです。で、アウトローは、なんか気持ち強化ですけど、これでアウトローバカ流行るとかではないと思いますね。アウトロー好きだった人がね、使うぐらい。キョスケはもうあんま変わんないようなもんですね。で、大砲は謎の強化、が来て、ムートもね、ラッキー強化ですね。で、ゴレのこの死亡時ダメがね、どうだろうなって感じなんですけど、まあ、ちょっとでかい気がしますね。僕、ゴレ、結構アンチ強の人なんですけども、よく使うんですけどね。ゴレって、ゴレプラストルネードで、相手の遠距離ユニット、ウィザードとかマスケとかを、ゴレの爆破プラストルネとユニットの少しぐらいの攻撃で処理するんですけど、死亡ダメージがね減ったことによって結構ユニットが残りやすくなったと思うんですよね。ゴレトルネが強かったんですけど、そこがねちょっとユニットが残ってカウンター食らいやすくなるかもしれないぐらい、まあ、ぶっちゃけそんな関連じゃねっていう。ダイウィズが5でワンパンなので結構でかい気がしてます。さよなら付近にはねなる可能性があります。というわけで子役はねやっていきます。もうこれやりたかったんですよ今期。オーブンがねはい変わったのでちょっとねオーブンでねやります。でエリババスケの方をね、名前にも動画何回か出したことがあるんですけど、今メガナイトムートの方でねやっていきます。一応なんかエリババがねほんのミリ加工されたので、この方でもいいのかなと思って、まあ、やっていくんですけど、その今期は、まあ、オーブンとマザネクの相性がすごいいいと思ってて、まあ、僕ゴブガーの可能性もあるんですけど、そのマザネクね絶対加工来ると思ってました。僕マザネクテスラその辺はねゴレもまあ加工来ると思ってて来たっすけど、そのマザネクはね絶対加工してよかったと思いますね。僕好きだからあんまなんか自分で言うのもちょっとあれですけど、さすがに来ると思ってたんですよ。バカ強いんでね今、そうバカ強いから来ると思ってたのに来なかったので、マザネクはもう使った方がいいですね。めちゃくちゃ強いです。これちょっとアーチャーに、ね、当ててみます。自分から多分ね飛ぶと思うんですよね。これ1体だったら今までねやられてたんですけど、そうこれがね、飛びます。でしかも範囲がちょっと広めっていうね、他のユニットも巻き込めるので、まあ、気持ち優秀かな。で1体しか出ないんですけど、時間的に考えたら前までよりも出る回数が2回増えるって感じですかね。まあなんか2体出るのが増えると思ってもらえればいいですような、まあわけでマザネクが加工されなかったので、マザネクプラスのオーブンだったり、まあマザネクプラスのまあゴブゴアだったり、そのファイブ枯渇系が普通に強いと思いますね。でマザネクファイブ、ファイブでワンパイになったからこそよりファイブが強いじゃないですか。マザネクが流行ってるからファイブが強くて、アイスイズワンパンできるからファイブが強くて、でもポイズンをね使う理由がないんですよね本当に今は。だからもしポイズン使ってる方がいたら今すぐ捨ててください。ファイブにしてください。絶対ファイブがいいです。ですが、
どうだろうな。いや、ファイボでいいと思いますね。本当に。なんか、ダクネとか、ウィザードとか、その辺が IT になった時だけ、ちょっとだけポイズンがね、活躍するっちゃするんですけど、別にオーブンとかゴブ側にも別にファイボで戦えないことないから、正直ファイボでいいんじゃねーとは思います。まあ、そんなわけでね、もうマザネク環境が継続で、まあ他が若干変わったぐらいで、正直一つ思ってることがあって、これは分かんない、他の人はどう思ってるか分かんないんですけど、まだ新環境になったばかりだし全然分かんないんですけど、環境あんま変わんなくねっていう思いが僕の中でちょっとあって、あ、ファイスピ出てくんねえかな。いや、いい鳥ね。そのエリババが一応下方受けたじゃないですか。でもほんのミリなんですよ。だから、まあ、そこまで影響なくて、あとゴレもなんかそのわかります、 HP 半分とか、なんかそれやりすぎだけどね、なんかもう本当にそれぐらいの勢いじゃないですか。今の後ろのアーチャーにもねファイスピが当たってますね。これありがたいですね。まあ、小屋も置いちゃってね、浮ききついんだよね。そうだから、あれ、もしかして環境あまり変わらない、ゴレもほんのちょっとでしょ。で、エリジェイがね、前期僕もマルチトラゲエリジェイでやってたんですけど、エリジェイもめっちゃ強いの。でもエリジェイも何も修正されなかったの。ってことは、前シーズンは、まあロイジェイとゴレとエリジェイがまあ結構いたんですよ。で、まあそのエリババ関係とか見てって感じなんですけど、なんか全部、ちょっとなんですよ、エリババもゴレも。ちょっとで、前シーズン強かったエリジェイとか、まあ、ロイジェイ、あとはテスラとか、もうその辺が何もね修正されてないんですよ。でしかもファイスピが強くなったって言っても、そのファイスピなんですよ。ファイスピがなんか、ファイスピにすごい失礼かもしれないんですけど、所詮ファイスピなんですよ。そのファイスピだけで勝てるような世界ではないじゃないですか。だから今まで別にヒースピだった枠がファイスピになるか、もしかしたらエレスピだった枠がファイスピになるか、アイスピだった枠がファイスピになるかとか、もうその程度なんですよね。まあ若干変わりますけど、本当にもう変わってないようなもんなんですよ、そんな。だからそう考えたときに、主軸とかね、その、大きなメインは変わんないから、そんな変わんないんじゃないかっていうのは一つありますね。まあ一番大きいのが多分、まあアイスウィザードが5ワンパンじゃないのかなと、個人的には思ってますね。なんか主軸系が今回大きな調整受けたわけではないんですよね。まあゴレグだけ受けたんですけど、結構サブカードがいろいろ受けたので、なんか前みたいにキョスケがバコンと行かれたりしたら、もうキョスケロイジェ、キョスケホグ、キョスケ関係全部消えるとかね、ありましたけど、なんか、別にエリババもちょっとだし、ゴレもちょっとだしっていう。で、他に強かったやつそのままだしっていうので、さては、環境継続説を勝手に思ってます。いや、嫌ですけどね。これはファイスピが多分完封できるんですよ。ほら、これやばくないですか。だからもう相手からしたら、って、ふわって、なんでってなってますよね。いや、これ普通に1コースのファイスピーも、ね、まあ、あの性能一緒なんで、相手のゴブリンバレルにファイスピー出せば完封できる。これがね、強いですね。本当に。それだけ優秀マダル。ちょっと負けそう。ちょっと負けそう。普通に負けそう。これちょっとカウンターでね、決めたいと思います。小屋小屋なんで、本当はこう、1個おられちゃうとね、きついんで、もっと守んなきゃいけなかったんですけど、気づけばピンチになってんな。相手のカードが何も覚えてない。やばいやばい、何が来るんだ、メガナイトか。いやでもこれはいい。ファイボー、ファイボー、そこそこにいい。ファイボー飛べ。いや、ムートか、ムート攻撃力が上がったんだっけ、なんか変わってましたよね。いや、ほぼ入る。よしよし、1本いつきましたね。あの、ほんと小屋小屋1本おられると、あの1個おるのがちょっと大変になるので気をつけてくださいね。できるだけもう守ってくれば、攻めなければ小屋小屋って負けないんですよ、マジで。攻めるから小屋こうやって負けるんですよね。よし、一生守ればいいです。一生小屋置いてムート出して、もう守って相手が攻めてきたらメガナイトで踏んで、それを繰り返すだけでいいです。いやー、今期も多分環境同じなんですよね。なんか新しいデッキ生まれるって、何が生まれるんだろうって思ったんですよ、正直。マザネクいて、ロイジェイ絶対強くて、まあゴレもまあぶっちゃけそんな変わんないだろう。でエリジャイは絶対、もうエリジャイとかも1枚もね、あの、加工されてないですか。使われてるカード何も加工されてなくてとか、このデッキも別に加工されたカード1枚も入ってないですからね。そうなんすよね。っていうので、多分ですが
同じような環境が続くと思います。だからめっちゃなんか違うデッキ生まれてくれるのを僕は楽しみにしてますね。最強の環境にいないデッキを、まあ、誰かが作ればまあそれが流行るんですけど、多分ね今のこのロイジャイ、ゴレ、エレジャイとかが流行ってると限界があると思います。これなんならオーブンでねいけるんですけど、まあまあまあ。さあガゴムレ出したいけどね、ファイスピ、このファイスピで全部解けますからね。ナイスっていうね、まあこやこやですね。最近なんか2日に1回ぐらいこやこや出してるかもしれない。でもこや強いんですよね。強いし使いやすいし僕が好きなんで、ぜひおすすめです。また新環境ちょっといろいろと動画出したいですね。アイスイズ5ワンパンだけちょっと気になってるというか引っかかってますね。さすがにちょっと使いにくいよね。ファイボワンパンっすよ。しかも速攻性があるわけじゃないんですよね。なんか、ホバリングとか、まあ、あとマジアチャとか、マザネクって、もう残ってるだけでうざいじゃないですか。だからマジアチャだって端前出されたら、もうその瞬間ね、無視したら大ダメージいけるし、いや、このファイスピが飛ぶのも強いな。そう。あ、アイスイズ、ファイボワンパン君来た。使ってんだな。愛してますね。ちなみに僕の初めてのウルトラもアイスイズだったんでね。アイスイズすごい好きなんですけど、ファイボワンパンだとちょっとあれですよね。アイスイズだって相手陣地に残ってても別に大して思わないですよね。なんもホバとかマザネクとか残っとったら、うわーやべえ残っとる、どうしよう、あれやっつけてってなるんですけどね。よいしょ、アイスイズぐらいまあいっかってなっちゃうんですからね。いいね豚くん。大体もうアイスイズデッキってね、このホバリングとかがきついんですよね。基本的にロケットとかなんかそういう感じなので、オッケーオッケー。もう一生ねホバリングとか小屋置いとけばいいです。小屋置いて守って守って、相手がちょっとこうやってねユニット来たところはもう踏んじゃってね、カウンターでございます。よいしょ、あれアイビズゴ結構仕事してますよね。トルネなくてもまあ使えないことはないけどね。アイビズもうそのトルネが下放されるとかならわかるんですけど、アイスイズ本体が下放されたのってね、さすがにかわいそうだな。いやあいつも使えないっすね。結構使えない。ファイボワンパンか、痛いね。アイスイズ入ってたのは今まで、まあエレジャイ、エレジャイでも今マズネク型があるのでそんな関係ないのと、エレジャイ、スケラー、ゴレ、昔はホグとかありましたけどね。最近ホグプラスアイスイズはあんまなくて、まあクロスとか、あとは防衛固めデッキとか、まあなんか結構アイスイズの代わりっていうユニットがいなかったんでね。まあ強いっちゃ強かったっすよね。そう考えると。小屋置きます。333だ。で、アイビズにはまあ5打てばいいよと。ワンパンなんでね。ファイスピ。でも本当こう見るとファイスピそんな変わった感あんまないっすよね。違和感がないです。違和感がない。だからこそ大きな変化がない気がしてる。前はまあ弱かったオーブンが今はまあ使えないことはないオーブンになったぐらいだと思いますね。だからそんぐらいの感覚だと思います。めちゃくちゃぶっ壊れかっていうとそこまでではない気がしますけど、ちょっといいかもしれないですね。火力高い、範囲も広くなったんで、今とかだとまだみんな慣れてないんでね、うわめちゃくちゃ入るやんみたいなね。さっきもユニットの公園のアーチャーとかでもね範囲攻撃で入ってましたけど、ああいうのが入るのがでかいですよね。だから普通にナイトアーチャーの形とかああいうのにもファイスピ当たりますし、あとはアウトローがもしかしたら当たるかもしれない。当たったらでも弱いけどねアウトロー側は。さあまあそんな感じでね小屋置いていきます。おークロスかもしれない。でこれもしかしたらアイスイズ型のクロスなんですけど、さすがにアーチャー型なのかな。アチャ型のクロスはまあ今まで通り絶対使われるっすよね。アイウィズだ。え？ちょっと待って、みんなド M すぎん逆に試してるのか。アイスイズ下放されたけどどうなんだろうっていう。ファイブでワンパンだよっていうね。ファイブ打たなかったら、ってか相手がファイブなかったらあんま関係ないですからね。まああるんですけどね。僕には。お、ロッケー。打ってきますね。お相手さん。これちょっと決めがしちゃおう。で逆サイここクロス来ても今相手ロケ打った後なんでそんなコストがないから結構無理してるクロスなんですよね、まあ、だからそれをムートで守ってとかいけば相手からしたらもうきついと思いますね。でこのメガナイトはテスラからのトルネで近畿道かバルキリーからのとかですかね。さあナイト、
ちょっとだけ突破したい欲があるな。よいしょ。このね、うざいよ、ホバリング。で、まあ、ロケで防衛されたらされたですけど、さあ、相手これは、オーマイグッネス。マザリンクも添えてあげてね。あ、え?ムート?なんか溶かすの早くね?スキル3体そんな溶かすの早いっていうぐらい。上がったっすね。ナイス。まあ、ここは小屋置いて、もうね、勝ちかなと。アイスイズね、5打ってないんですけど、出た出た、これ。トロフィー、多分4500ぐらい、行ってると回収できるんですけど、報酬のところでね。新スタンプですね。ロケット推しのめちゃくちゃ可愛いっすね、これ。もうね、速攻入れましたね。自分のお気に入り8つに。ぜひ皆さん、使ったわけです。あと、新カードのスタンプが手に入るのかな?あと、4日後、5日後ぐらいですけど。まあ、それもちょっとゲットしつつ、やっていければいいかな。ぶっちゃけ変わんないっすよね。他なんか流行るのかな?なんかこれ流行りそうとかあればちょっとね。あのデッキ絶対強くないですか?とかもあれば、コメントくれればちょっと使うんですけど、これファイボでワンパンですから、今までウッドも打たないといけなかったのが、ファイボだけでいいって考えたらもう楽ちんっすよね。やべ、ムートが。俺のムートがやっちゃった。でもこのホバもムート巻いてきついっすからね。アーブン置いてあげて、このファイスピも多分ワンチャン入るんじゃない?ほら。範囲がやっぱ広いっすもんね。うい。で、出してあげて、相手ロケなんでね。もう僕のホバきついよっていうので。そこそこにうざいですね、このファイスピ。範囲比例し。サーチ範囲っていうか、飛ぶ距離も広くなったから。それ飛ぶのかよっていう位置から、多分飛んでくるとこともあるのでね、気をつけなきゃいけないんですよ。でも、より強いっすよね。例えばですけど、マスケとかエレキとかって、ファイボーでワンパンできないんですけど、ユニットプラスマスケ、ナイトマスケ、ナイトエレキとか来た時に、ファイスピが飛んだら、範囲でね、後ろのマスケとかエレキもダメージ受けたら、それをファイボーでね、倒せるんで、結構ファイスピプラスのファイボーとかもね、普通に強い気がしました。まあ、全然使えるんじゃないのかなっていうね、そんな気がしてます。いや、序盤からバカトロ上がるやんと思ったけど、7000?本当に?シーズン終わったすぐなんですけど。けど、これあれか。シーズン終わってログインしてる人がいないからか。まだログインしてる、ログインしてない人たちがいっぱいいるんで、あれなんですね。更新、トロリスされてない人がいるからこんな順位低いんですね。こんな低いっけと思って、いつもやったらこれもう200位ぐらい入ってんじゃないっていう感覚なんですけど。さあ、ディガーですね。ね、めっちゃいたな。ログイン。新環境なんだけどな。新環境。バカ楽しみなんですよね。もう始まりましたけどね。モチベ上がりますよね。新環境になったら。ディガー、ダークプリ。もうなんかいろんなカード試したくて試したくて。ダークプリメガグディガー、J ですね。はい。J プリ。あ、ファイスピ。1体になったの若干違和感がある。で、ファイブ打たれる。いや、いいファイブを。ファイスピ1体にも当たりましたよね。いや、でもさっき飛んだからか。ナイス。で、小役がこれね、スキがいなくなったことによって、ちょっとプリンスの受けたかがね、若干厄介にはなりました。まあでも、まあでも、言うて、カウンターを考えつつ、あとはやりこぶとかでね、そう、プリンス頑張っていきます。さあ、ここはもうチャンスですよね。相手は5を使ったからな。よいしょ。エレキ、抹殺。で、やりこぶに竹行く。ホバ残ったら熱いな。あ、ホバ残ったら使ったね。で、これはもうね、踏んでいいんですよね。こういうの踏んで、もうメガナイトムートでカウンター。で、エレキ咲いたから、まあ、いてメガゴ。で、プリンスも咲いてるから、ダークプリ。なんで、ここも、このメガゴをね、やっつけてしまえば、相手はもう、きつい。ナイス、豚。で、ダークプリもムートも、あ、ムートなんか、結構強くなってますね。この壊れたやつが。やっぱ前より、強化ほんのちょっとだったと思うんですけど。HP が上がったんだっけ?攻撃力が上がったんだっけ?ちょっとそこをもう一回後で、まあ、確認するんですけど。いや、強えな。ね。そんな、ワンパンできるっていうぐらいね。はい、もうほんと小屋を置いて、相手が攻めてきたところ今みたいにね、ほんとカウンターするだけで勝てます。小屋を置いて、相手が攻めてくるでしょ?それをムートとかホバとかマズネクで出して、もうカウンターね、メガナインと出すだけと。いう感じですね。さあ、で、これ、やべ、メガゴの竹。やべ、メガゴ。メガゴ、危ねえ。さあ、ホバ出してあげてね。これ、ムートと一緒に5打たれるの嫌なので、ちょっとムートとは反対の位置にね、出してあげて、もう声を置きます。ここで、まあ、攻めてもいいんですけど、多分もう勝てるんで。
攻めずに、もう小屋置いとけば確実ですね。はい、もう大カウンター受けることがないですし、気づけばね、こんな感じで左のタワーへのダメージもすぐ入ってますので、困ったら小屋置いとけばいい。で、最高は5防衛もできると。で、舞台になると。で、メガナイトで踏めると。うい。で、もう気づけばカウンター。ほんと、小屋デッキはね、攻めないことが大事なんですよ。ほんとに。なんかデッキによっては、そのゴレクロとか、そういうデッキは逆にね、守ったら負けなんですよ。守ったら負けなんデッキもあれば、攻めたら負けなんデッキもあるんで、まあそれはこう、もうデッキの立ち回りというかね、まあそういうことなんですが、小屋デッキはもう攻めなければ負けないんでね。はい。ぜひ、皆さん攻めずに戦って、見てください。またちょっと新環境おすすめのちょっと良さげなデッキがあればね、紹介できればなと思います。いや、攻撃速度 10% ですね。だからスケとか破壊するの早かったんですね。これ結構強いかもしれないですね。もしかしたら。ってなったら 2.6 億強くねっていう。使えねえわっていうね。まあ感じなんですが、まあ今日はね、そんな感じで終わりたいと思います。皆さんぜひ声を使ってみてください。よければチャンネル登録、コメントどうもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。